皆さんこんにちは。恵美子しばむらのふわふわチャンネルです。イエーイ。このチャンネルは明るく楽しく史上最速で幸せになっちゃうふわふわの魔法をお届けしています。今回はですね、10月の運勢と開運アクションをお話しさせていただきますね。皆さんがますます豊かでもっともっと幸せになることを祈りながらですね、その星座が起こす影響をお伝えさせていただきますね。新月の頃はですね、始まりまたは増えていくエネルギーが高まるんですね。なので願い事が叶いやすいと言われています。特にですね、新月が起こる星座が司る物事に関してですね、願い事が叶いやすいと言われているんですよ。10月の新月は3日、天秤座に起こります。天秤座が司るのは大きく言ってですね、1つ目はですね、ご縁とパートナーシップ、そして2つ目はですね、調和、そして3つ目はなんとですね、公正であること。この3つなんです。なので10月の3日から4日までの間にこの3つに関係する願い事を紙に書くといいんですね。書くことによって自分の願いが明確になってですね、それが宇宙に伝わってね、後押ししてくれるんですよ。そして書くときはですね、いつも言ってるんですけど、過去形で書くようにしてくださいね。自分の願いが叶ったということをイメージしながら書くとですね、願い事が叶いやすいんですね。ご縁とパートナーシップの願い事に関する例題を挙げますとね、お互いにね、高め合えるパートナーと出会ってね、楽しくお付き合いができるようになったとかね、共存共栄できるような仕事のパートナーと巡り会えたとか、価値観が一緒の人と出会い結婚できたとかね。それから調和の例題としてはですね、自分の心に平和と調和を取り戻せたとか、自然と調和した暮らしが実践できましたとか、職場の仲間たちとね、互いに協力し合える関係を築けましたとかね。あと公正であることの例題としてはですね、自分は相手の意思を尊重し、相手は自分の立場を思いやる、そんな交渉ができましたとか、出世した同僚によかったねと言われるくらい器が大きくなったとかね。それから不平不満を言うよりね、感謝してますというようになれたとかですね。いつも言うんですけどね、お願い事を書くときはですね、遠慮しないでたくさん書いていいんですよ。自分の気持ちに素直になってね、行動してみてください。そうするとね、きっと想像以上のいいことが起きますよ。続きましてね、今月の開運アクションなんですが、それは圧です。圧とは血圧の圧、気圧の圧、圧力の圧です。圧という言葉をね、1日30回以上言ってみてください。こういう風に唱えますよ。圧、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 これを30回やってくださいね。この圧を唱えるとですね、体がどんどん熱くなってきますよ。体の奥の方で眠っていた活力が目覚めてね、全身にエネルギーがみなぎってきますよ。これが圧が高い状態なんですね。圧が高くなるとですね、存在感が高まって一目置かれる存在になるんですね。また圧が高い時はですね、外からの外圧にも負けませんよ。そしてね、自分軸で生きている人、モテる人、成功している人、運のいい人は圧が高い人なんですね。ということで、目には見えないんですけどね、圧は人生を左右するとっても大切なものなんですね。この圧を高める言霊、圧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 をですね、1日30回以上唱えてみてくださいね。これいつ唱えたらいいんですかっていうことなんですけれどね、1日が始まる朝が一番いいんですけどね。皆さんがこう頑張って何かをやりたい時とかあるじゃないですか。エネルギーを上げたい時などやってみていただくといいですね。頑張るぞっていう時にね、
これを唱えるとですね、パワーがみなぎってきてですね、運気も一気に爆上がりしますよ。ピンときた方は試してみてくださいね。次はですね、今月のラッキーカラーを発表しますよ。宇宙に聞いたらですね、10月の開運カラーはですね、なんとゴールドでした。ゴールドはですね、秋の実り、豊かさ、金運を連想させますしね、全身のコーディネートにちょっとだけゴールドを足すだけでね、あなたの存在感が増しますよ。最近エミちゃんも言ってるね、ゴールドは金龍様につながりますからね、ぜひですね皆さん、もうゴールドをねちょっとでもね身につけていただいてね、金龍様と仲良くしてくださいね。またね、ゴールドをね身につけているとね、自信を持てるようになったりですね、意欲的になったりすることもあるようですよ。このゴールドのパワーを上手に活用して、10月も大開運しちゃってください。そして次は10月の健康アドバイスですね。今年はね、もう本当に厳しい暑さが続きましたよね。その影響でね、体調がいまいちなんですっていう方もいらっしゃると思うんですね。そういう方はですね、夜更かしを控えてですね、生活のリズムを整えてくださいね。そしてね、消化が良くてね、温かい食べ物を食べるとか、腹七分とか八分に控えるとかしていただいて、胃腸にもね、いい状況を作ってください。そしてこの時期はですね、日中の気温差も激しいですからね、空気も乾燥しやすくなりますよね。なのでね、風邪もひきやすくなりますから、風邪対策が重要になってきますね。漢方ではですね、この時期肺の働きを助ける白い食べ物を食べるといいんですね。その食べ物はですね、大根とかレンコン、ゆり根、それから白きくらげ等を食べていただくといいですね。あと深呼吸なんですけどね、ゆったりと深呼吸をしていただければいいかなと思いますね。そうするとですね、自律神経とね、それから自然治癒力が高まりますよ。マルカンの商品で言うとですね、あのビオンカツとか、それから若くて元気っていう商品もありますから、そちらの方もちょっとチェックしてみてください。10月から12月までの3ヶ月間ね、いかに過ごしたかでですね、来年の運気を左右すると言われているんですね。ですから皆さん、どうぞ健康に気をつけてね、楽しく豊かに暮らしてくださいね。ということで、今回は10月の運勢と開運アクションをお話ししました。この動画良かったと思ったら、いいねと拡散、チャンネル登録をよろしくお願いします。それからコメントもお待ちしております。それでは今回もですね、素敵なコメントが届いておりますので読ませていただきますね。絶対行きます。香取神社様は行ったことありましたが、善陽寺様、素晴らしい松ですね。天国言葉、私も真似していきます。教えていただきありがとうございます。感謝してます。ベンツのガロウィング、かっこよすぎです。スタイル抜群の恵美子社長、似合ってます。ありがとうございます。乗ってみたい。そうですね、いつか機会があれば乗せてあげたいねと思いました。本当にね、ひとりさんのね、ふるさとは本当素敵なところでしたよね。ぜひ皆さんもね、香取神社様とかですね、陽号の松を見に行ってください。それでは登録者の皆様に今からいいエネルギーを送りますね。エネルギーが行きましたよ。